こんにちは。こんにちは。あ、すごい。見れてるかな？見えてるか。こんばんは。6月5日水曜日の乃木曜日を担当す、あ、ちょっと恥ずかしい。もう一回いきます。6月5日水曜日の乃木曜日を担当する久保史緒里です。よろしくお願いします。ヤッホー、元気？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 イエーイ！イエーイ！どうも。元気？よかった。おー、元気みんな。イエーイ！イエーイ！今日何してました？皆さん何してたんですか？私は何してたんだろう。ソファーにカバーをかけました。いろいろやってましたけど、他にも午前中はソファーにカバーをかけました。以上です。お仕事お疲れ様です。学校で、そうね、学校お疲れ様です。皆さんお疲れ様ですね。おう、テスト終わってお疲れ様です。んん、今日もこんな感じです。あ、じゃあそろそろ行っちゃいますか。ありがとうございます。乃木恋企画、彼女からのリアルメール、はい。さて、乃木坂46が登場するスマホアプリ乃木恋の特別企画を早速やっちゃいたいと思います。乃木恋とは、乃木坂46メンバーと本気で恋する恋愛シミュレーションゲームです。今年の2月には累計利用者数が600万人を突破しました。その乃木恋で1月から2月に行った第14回彼氏イベントで、見事私の彼氏になった人たちに向けて、今から私が乃木恋の中でリアルメッセージを送ります。はい、私のメッセージに対しては返信できないのでご注意くださいませ。あと、これは乃木恋で私の彼氏になった人たち限定のため、内容はみんなに見せることができないのでごめんなさい。早口すごいでしょ。最近気づいたの、特技なの。どうもありがとうございます。耳なじみのある音楽が。送ります。送ります。ちょっと待ってね、間違えちゃった。間違えちゃった間違えちゃった、ごめんね、私の彼氏ごめんね。わかんない、間違ってる私。間違えちゃった、間違えちゃった、許してね。送れました、イエーイ。送りました。あのね、操作下手なんですよ私、いつも間違えちゃう。モバメとかも多分間違えて、変な、なんか分かりましたとか送っちゃう。許してください。何を間違えたかも秘密ということで。すいません。はい、そんなところでしょうか。そんなこんなで23枚目シングル発売告知トークをしたいと思います。
29日に発売した、もう6月なんでね、先月ですよ、シングアウトの話をしたいと思いますけれども、皆さん聞いていただけましたでしょうか。すごく素敵な曲ですよね。買ったよ、ありがとう、嬉しい。そう、すごく。じゃあみんなどんな話してんのかな。ジャケットの話とかしたかな。ジャケ写の話とかしてみます。じゃあ私たちのジャケ写、これ通常版ですね、こんな感じ。これはミリアさん、タマミ、レンカ、リリア、ヨダ、モモコ、ワレ、年少組かなで撮りました。そう、お、すごい、今年少組かなって言ったら年少組って書いてる人いた。これ可愛いですよね。アイスクリーム屋さんなのかな。すごい可愛いですよね。いい感じ、和気あいあいと。本当に撮影の時は音楽を流して、あのシングアウトを流して歌ってくださいってなって、みんなで歌ってるところを撮ってもらいましたって感じかな。あとは平行線か、平行線聞いてくださいました。あれ、あの海で踊ってるシーンがあるんですけど、海で踊るシーンが実はあの撮影の一番最初に撮った時なんですけど、みんなすっごい可愛いしね、何より楽しかった、楽しかった。もうみんなあの衣装も人によって色違いだったりして、すごい可愛かったりしてね。みんなで平行線ポーズって何？平行線ポーズって何？それでもどれだっけ？ペダルを強く、こういうやつ見ました？みんな、ここ平行線になってるんですよ、ここがダンス。これじゃないよね、でも平行線ポーズって何？そう、ダンスも見てほしいのでね。2番の10分以上遅れて着いたのとこのダンスがめっ、いや可愛い、可愛いっていうかね、可愛いのだから見てください。いつか披露できるといいです、2番も、お楽しみに。そんなところでしょうかね。そんなところで早速参りましょう、乃木帯選手権、イエーイ。はいここで早速乃木帯選手権をやりたいと思うんですけれども、今週の競技は46秒輪っかつなぎです。じゃあ週のサイリウムカラーにしよう。はい、こちらの、あ、これ水木に見えない、青と黄色みたいに見えるこちらの、輪っかを46秒間で最も多くつなげた人には素敵なプレゼントが贈られます。ひなこさんとランゼさんがやってるのかな、今のところ8と11、今はランゼさんが1位。じゃあランゼさんを超えていこう、ランゼさんを超えていこう。これどうやってつなぐの、練習して、1回だけ練習させてください。じゃあこれねできないんだよね。あ、できた、よし、いけるでしょう。この辺に置いたか、はい、こんなにできないと思うけど、じゃあ46秒間早速参ります。よーい、スタート。わー難しい、これ、あ、難しいよ、焦るとできないって言うからね、こういうのは。でもしおりはね、あのね、焦っちゃうタイプ、すぐ焦るタイプで、焦ってる時って私ずっとおしゃべりしてるの46秒って1分ないですよね。1分って長いのかな、短いのかな、何言ってるんだろう今日何食べるんですか、夜ご飯やだ、できない、ねえいやー、できた。今日の夜ご飯は何ですか。あ、5秒前 3、2、1、できなかった、終了。あ、1、2、3、4、5、6、7、8、あ、でも8個もやってたんだ、頑張った方じゃない。8、はい、じゃあ帰っていきましょう。残念残念残念ね、ありがとうございます。ランゼさんすごい、やっぱ手先器用なんですね。でもひなこさんと同じの数字嬉しいからいっか。
ポジティブ。なんかすっごい幼い字になっちゃった。8。はい、ということで拳寄りの結果は8でした。悔しい、悔しいけど、まあいっか。悔しいよやっぱり悔しい。まあでもね、さすがランジェさんということでね、いいでしょう。はい、明日の人に頑張ってもらいましょう。ということで以上の業務選手権でした。難しかった。みんなもやってみて。これ硬いんだよね、意外と。難しい、難しいね。うんうん。お、続きまして、続きまして、23枚目シングル「シングアウト」発売記念ライブトーク。ゆうふふ。さあ皆さんね、先日横浜アリーナインで 3days で乃木坂46 23枚目シングル「シングアウト」の発売記念ライブを行ったんですけれども、お越しいただいた方はいらっしゃいますでしょうか。私は3日目に出演させていただきました。ありがとうございます。たはい、どうでしたか。行きましてありがとう。行ったよ、ありがとうね。来てくれたのね、嬉しいよ。そう、4期生ちゃんと、1日目がアンダーライブで、2日目が4期生ライブです。3日目が選抜ライブだったんですけど、アンダーライブの方はね、お仕事があって行けなくて悔しかった。でも4期生ちゃんのライブは行けたんですけど、なんかね、すごいね、なんて言うんだろうな、3期生が立ったと、3期生も単独ライブはさせていただいたことあるけど、あんなに堂々としてたかなってすごい思います。うん、すごいよね。なんか頼もしいなって思いました、すごく。うん、すごいなって思いました。4期生ちゃんがときときめきめきもやってくれて、あのね、振りを聞きに来てくれたりした子もいて嬉しかったです。うん、嬉しかったよね。そうだよね、4期生ちゃんはね、この前、北川ゆりちゃん同い年なんですけど、お仕事が一緒でお話ししたら、なんか同い年だからこそ話せるこうね、お話もあったり、すっごい楽しかった。またお話できるといいな。ねそうね、選抜ライブ楽しかったです、すごく。なんかシングアウトを皆さんに一緒に踊っていただいたりとかして、すごいそれがこう景色として、こうなんて言うんだろうな、一人一人の方全員が踊ってくださってたのが分かったので、すごい遠くの遠くまで踊ってくださってるのがすごく嬉しかったですね。こうやってみんな踊ってくれて、今度またライブで、ライブさせて、でシングアウトできる機会あったらね、また皆さんで一緒にこうやってクラップして盛り上がれたらいいなと思いました。うん、そんなところかな。ありがとうございました。ほう、おう、じゃあフリートークしましょう。さっきから気になってるんだけどさ、野球の話しないでよ。そうね、今交流戦やってますね。昨日楽屋でミリアさんと一緒だったんですけど、ミリアさんとずっと見てましたよ。うん、映画も最近見に行きました。そう、小さな恋の歌がすごく素敵だった。本当にね、青春って感じで素敵でしたね。うん、なんか質問ありますか質問ありますか。
そうね、もうすぐ宮城であれですよ、握手会があるんですけど、非常に楽しみです。非常に楽しみですね。うん、地元なので。あ、そう、ザンビの舞台、ザンビのブルーレイ&DVD も発売されました。見てくださった方いらっしゃるかな。私もちょうど昨日かな、昨日見ました。なんか感動しますね。こう自分の演技は恥ずかしくて見れなかったけど、チームレッド、私チームブルーだったんですけど、チームレッドの方見させていただいたりとかもして、実際にも見てたんですけど、客席で見たりもしてたんですけど、こうやっぱり映像で見るとまた細かいところまで見れたりして、すごくいいなって思いました。うん、ぜひ見てください。そう、メイキングも入ってるのでね、ぜひ皆さんに見ていただけたら嬉しいです。すごくね、すごく、はい、うん、わあ、ありがとうございます。2万人もの方に。緊張するね緊張するよ。こんにちは、こんにちは。うん、握手会来て、行きたいって言ってくれる人がいた、嬉しい。疲れた、お疲れ。今日はじゃあ夜ご飯作って、美味しいご飯を食べてゆっくり休みましょうそれが一番です。うん、うん、うんうんうん、これからバイトなの。お疲れ様、頑張って。最近ハマってること、なんだろう、なんだろうね、なんだろう、あ、でもあのちゃんと本を読もうと思って、本とか漫画とかをこう読み始めました。ちょっとずつね。模様替え、あ、でもそう、カーペットみたいなのを買って敷いたりし始めました。夏なのに冬物買っちゃってさ、暑いんだよねまあいっか。おお4期で仲いいメンバー、みんな仲いいよ。みんななんかすごい、3期生は、いや全部ね、こうね、3期生がこう近いからすごいこう3期生とこうあれすると、3期生はこうすごい人見知りな子が多かったんだけど、4期生ちゃんはね、こうなんていうんだろう、話しかけてくれるからすごく嬉しい。あ、歌コン見ました、 LINE ライブ見ました、ありがとうございます。そんなそんな、ありがとうございます。歌コン見てくださいました？歌コン楽しかったです。ライライブも今月か、今月末またやりますよ、ぜひ。ありがとう。課題やばいんだ、頑張って。私もやばい、高校生でもね。あと、そう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 、今年のね、私7月誕生日なんですけど、生誕 T シャツをね、あの、そう、私今年今高校3年生なんですけど、
ラストなのでね、高校生の年がこう高校生っぽい、そして普段使いしやすい T シャツにしてみたんですよ。そうよ、なんていうの、世によラスト JK だって。 JK なんですよ、ラスト JK。 一緒？イエーイ、イエイ、イエすごくないこれ。じゃあ次に参りますか。はい、ここからはですね、6月になったばっかりですけれども、6月の特別企画、びっくりした、6月の特別企画カップスターバラーを生放送でコマーシャルしようと思います。前回メンバーのねランゼさんが決めてくれたお題をまずは見ていきましょうか。ランゼさんからはこちらですね、カレーうどんと食べるラー油。なかなかに新しいような気もしますけれども、カレーうどんと食べるラー油、私はこの組み合わせはまだやったことないので楽しみですね。イエイ、もういい匂いがしてるんです、私の近くでは。はい、ということで、というわけで、こちら間違えちゃった、早速もう食べていっちゃう。最初にじゃあまず普通に、はい、カレーうどんです。美味しそう。まずはねそのまま食べてみましょうか。いい匂いがしてるよ、みんなお腹すいちゃうね、ごめんね、お腹すいかせちゃうね。美味しそうです服に飛ばさないでねって言ってる、大丈夫だよ。みんなお腹すいた？もうお腹すいてる？はあ、休憩か。おいしそう。では飛びそう、大丈夫大丈夫。まずはラー油なしでいただきます。いただきます、ラー油なし、いただきます。おいしい、おいしい、このままでおいしい。でも食べるラー油どうなるんだろう。おいしそうでしょ、でもあげないよ私が食べる。おいしい、おいしいんだけど食べるラー油も入れてみちゃう。え、どうなるんだろう。あ、いい匂い。え、これ楽しみ、入れちゃいます。あげないよ。結構な量入れました。お、ちょっと待って、ほらここに入ってる、結構な量入れましたよ。合うのかな。いただきます。おお、あ、おいしい、全然合う、いや合う
おいしい。辛そうと思うやん。でもカレーうどんだからさ、まろやかになるのよ。すごいおいしいよ。合う合う。おいしい、おいしいよ。ちょっとさ、どうなるんだろうと思ったの。私もおいしい、合う。みんな食べて。え、これおいしい。全然ね、結構な量入れて良いかも。おいしかです。おいしい。最後の一口ね。おいしいよ。うん、おいしい。非常に合うということが分かりました。はい。皆さんも食べてみてください。そんなところで、明日はたまみですね。明日の坂口たまみちゃんに絵のお題を決めたいと思います。ありがとうございます。何にしようかな。じゃあ私が好きなやつにしよう。わーほー。私がじゃあこれ、で商品はカップスターの味噌。味噌美味しいよね。じゃあこれにお題をね決めて いっちゃおうと思います。これ見ていいんですか？見ちゃダメなんですか？引いちゃった。すごいの引いちゃったよ。だん、マシュマロ。でもいいんじゃない？私いいんじゃない？気になる。たまみに聞いてみよう。ということで、明日のたまみちゃんは味噌とマシュマロでお願いします。はーい。合うと思うよね。あ、合うって人が多い。楽しみです。はい、ということで最後に三洋食品さんからのお知らせとなります。乃木坂46ふたどめフィギュア乃木どめちゃんがなんと5000名様に当たるキャンペーンを実施中です。6月末で応募締め切りとなります。バラーカップスターのどれか2個を買うと一口応募できます。ツイッターでも告知しているのでぜひ応募してください。よろしくお願いします。美味しかったです、うん、美味しかった。非常にたまたんの組み合わせも楽しみですね。どうなるのか、なんですね。みんなエンディングだって。乃木曜日水曜日そろそろ終わりのお時間です。さっき言ったよね、ごめん。あっという間。次回配信時間は決まり次第ショールームのツイッターで告知いたします。メンバーはね、坂口たまみちゃんがやってくれますよ。お楽しみに。あ、そう、乃木曜日、水曜日、今日は水曜日ですね。そう、水曜日、終わりの時間です。無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信予定です。そちらもぜひチェックしてください。終わりか、あっという間だったね。またできたらいいなと思います。お楽しみに。はい、
それでは今日の相手は久保しおりでした。バイバーイ。今日短く感じてありがとう。バイバーイ。